中島事情。皆さんこんばんは、中島よしき事情パーソナリティ、今日入り時間を1時間勘違いしてて、ギリギリ気づいて間に合いました。中島よしきです。危なかったですね。この番組は文化放送とはなかなかご縁がなかった僕中島よしきがこれまで培ったノウハウを存分に発揮しつつ、さらには番組作りの裏側を見せながら組み立てていく裏を持てない実直型新ラジオ番組です。大体同じぐらいの時間にね収録するじゃないですか。まあ夕方だったらこれぐらい、夜だったらこれぐらいって、なんか今日違うような気がしたんですよね。あれ今日違うような気がするから確認しようと思って確認したら、俺1時間遅く認識してて危なかったよ。竹尾くん1時間待たすとこだったよ。そう、何が違うかというと、今夜の中島屋敷事情にはですね、初ゲストが来てるんです。なんとあの話題作ファビュラスナイトが屋敷事情をジャックしに来たんですね。そうなんですよ。本当だったらね、先週中島屋敷事情初イベントがあったんでその話したかったのに。みんな、ね、多分感想とかメールいっぱい来てるはずなのに、なんかめっちゃ来た。すごい来てる。今日はもうジャックですから、まあファビュラスナイト僕もね出させていただいてるので、いやもうこりゃこの機会はないということで、初ゲスト大塚武雄くんが来てますんで、たっぷりとファビュラスナイトの話してまいりたいと思います。それでは中島よしきによる中島よしき事情スタートです。中島よしき事情。この番組はニジスタの提供でお送りします。おかしいじゃん、そこで切られてるし、どのように思いました、何喋ってる、サラデラリヒケドコスドコ、小さく埋めろ、ここで中島よしき事情。改めまして中島よしきです。それでは登場していただきましょう。お願いします。イベントの感想を、お待ちになっている皆さん、こんばんは。大塚武雄です。いやいや、破局を待ってたよ。あ、本当ですか。聞いたところによると、これはきっと突然ゲストが来るっていうお知らせになるっていうのは伺ったんですけれども、やっぱジャックですから、それはもちろん。あー、なるほど。ジャックな、そう、ジャック突然でしょ、急にザザザザ、なんだこれは。私が大塚武雄だっていうことですから、今日はみんなウキウキした気持ちでこれを楽しみに聞いてるのに。そう、ウキウキしてるよ。あ、してる。一応事前にねツイッターなどでゲストの告知はされてるので、そういうのをひょっとしたら見てないタイミングで見てない人とかは、はい、びっくりしてると思います。そうですよね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ね、大体こうオープニング明けは僕の近況報告とか、まあ、大体もうがっつりフリートークをして、フリートークしてると30分終わるっていう番組なんですけど、これ。あ、いいですね。なんか最近どうですか。まあさっき打ち合わせでも話してましたけど、ネットフリックスでもトークサバイバーを全部見た。見ました、見ました。え、あれも完結してんの。なんかわかんない、シーズン2があるかどうかわかんないですけど、とりあえずシーズン1は、エピソード8まであって、それは一応全部見ました。すげー興味あって、めちゃめちゃ面白いですよ。なんかちょっと聞いたけど、なんかこう台本があって、ドラマパートみたいなのがあって、その間にちょっとフリートークみたい なんかドラマの流れで、私こんなに辛い目に遭ってるのにお前らにこの気持ちわかんのか、なんか傷ついた話でもあんのかよみたいなんで。なるほどね。みんながこう芸人さんたちが傷ついた話を急にトークし始めるっていう。見よう、見たいと思います。というわけで、今夜はファビュラスナイトが中島よしきをジャックということなんですが、まずはファビュラスナイトがどんなものなのか、竹尾くんに改めて紹介していただきたいと思います。はい、そうですね、ファビュラスナイトはですね、ミセランドという、夜の街が舞台なんですけれども、そこに、全部で5つのクラブ、ホストクラブがありまして、その総勢で15名のホストたちが
行かれたホストたちがいるんですけれども書いてあるんですよ、ここで書いてある。美しく行かれた総勢15名のホストのキャラがいるんですけれども、まあそんなホストたちがこうナンバーワンを競い合っていて、最もバズる夜の街ミセランドを舞台にって書いてありますね。でこのファビュラスナイトでこう重要になってくるというのが、あのホスソンと呼ばれる、はい、まあ、その日の売り上げナンバーワンホストが歌うラストソング、はいはいはい、ホスソンっていうのがあるんですけれども、あ、なるほどね、まあ、それをねナンバーワンを競い合いながらそのホスソンをみんなでこう勝ち取っていくみたいな。その日の売り上げナンバーワンってことはもう5時とかってことだよね、朝の。まあそうですよねホストってなるとまあ、まあ、リアルにね考えると、うん、早朝4時半ぐらいに曲を歌い始める閉店間際に、そう、肝臓ぶち壊れちゃうよ、うん、まあそんなホストたちが、あのここにも書いてあるんですけど、まあ月収がねすごいんですよ、ね、年商とかだったよね、まあ、あります、会社とかだったら、まあそうですね、年収じゃなくて年商、会社の売り上げ毎年、まあ、1億円すごいね、うん、何億円、うわ、この人たち月収で億稼ぎますからね、すごいですよね、うん、ナンバーワンがみんな5人いるんですけど、ナンバーワンみんな1億稼いでますからね月。そうですよ、ミセランドはだからもう月5億以上動いてるってことですからね、うん、間違いなく 夜だけで、うん、でもナンバー2とかでも、ね、7000万8000万だったり稼いでますからね、はい、もうそこまで来たらもうこれでいいやって俺はぬるま湯に浸かるけど俺だったらまあナンバーワンすごいよ、ナンバーすごいけどナンバー2、すごいじゃん、もういい、これでいいこれでいいってなるけどねそのスタンスのキャラはさすがにいないですけどただでもその自分がナンバーワンになるよりもあいつをナンバーワンにしたいみたいなキャラもいたりしますよね、はいはいはい、そうね、うん、結構だからそのクラブによって店によって思惑が違ったりとか、なんでこうホストをやってるのかとかっていう目的が違ったりとか、うん、そこにはちゃんと人間関係があったりとかするので、これも実際にね多分あのホストとかやられてる方とかも、まあ、いろんな目的手段があって、うん、やっぱローランドさんとかね、あのファビュラスナイトでも最初アンバサダーを ね、 そうですね、務めてくださったりとかしましたけど、ローランドさんもいろいろあってねお店立ち上げて、うん、今となってはもう代表ホストといえば、うん、現代のホストといえばみたいな方になったりとか ね、 そういう人もいるっていう、なんかちょっと趣深いジャンルにはなってますけどね、改めてじゃあ、はい、ホストクラブ5つなんとなく紹介してもらいましょうか。そうですね、はい、まあ、まず私が演じます、はい、人類史上最高の DNA ギルガメッシュギルガメッシュという役やってるんですけど、まあ、ナンバーワンホストで、そのギルガメッシュが所属しているクラブクロノスタシス、クロノスタシス、はい、でそして、YOSHIKI さんが演じております、はい、残酷なまでのパーフェクトヒューマン、はい、リョウヤ、すごいパーフェクト、はい、が所属していますクラブヒメル、はい、でその他にクラブトワイライト、はい、ベンデッタ、ネオバサラで計5つの店舗がございますね。もうあの声当てるのしんどいよ肩書きと月収がすごすぎて、うん、この人の声やってるんだってやっぱ、いやー、ならない。僕は人類最高の DNA、 僕オーディションだったんですけど、これ はいはいはい、あの取っかかりがなさすぎてそうだよね、どうしたもんか、人類最高の DNA の取っかかり分かんないよね、うん、取っかかりもないしやってみたものの手応えないしみたいなのでいやーありがたいですね。そうなんだ、僕じゃない本当に、家が一緒、オーディションだったんだね、オーディションでした、オーディションでした。あのリョウヤはあのオファーいただいて、はいはい、お話いただいて、あの企画書バーってきて、はい、あのもう企画書の段階から月収書いてあって、うん、ありましたね、 すごいやとゼロ数えたもん俺あと結構その着る私服の傾向の実際のブランドとか書いてあって、うんうんうん、そうなんだと思って、うんうんうん、そうなんか結構 そこがなんか、あ、こういう寮屋だったら例えばちょっとストリート系のブランドさんが書いてあって、もうゴリゴリハイブランドなんだけど、うん、書いてあって、あ、じゃあこういう服を着るということは普段はこういう人なのかなみたいな想像はなんとなくできたりとかしたのを覚えてますね、うん、多分公開されていない部分が多いとは思うんですけども、うん、だいぶこう企画のその企画書作り込まれてるなっていうのは、いや、すごかったですよ、設定というかね、うんうん、ありましたね。そうということで、まあ、そんなファビュラスナイトなんですけども、はい、昨年5つのホストクラブそれぞれの CD がリリースされました、はいはい、でそして今月ファビュラスナイトレガシーオブホッソンファムファタールがリリースされました。ファタール、はい、でこのファムファタールっていうのは
あのそれぞれ5つの店舗のクラブのナンバーワンが出演しておりまして、はい、まあ、歌も歌っていたりするんですけれども、すごいです、手元にね CD あるんですけど、はい、通常版含めて各店舗の VIP 特装版っていうのがあるので、うんうんうん、計6種類あるんですけど、そうですね、アクリルスタンドとかが入ってるから、はい、だいぶこう豪華な、ね、仕様に分厚いですよね、なっておりますね、はい、うちのナンバーワン DVD も入ってるんですよ。え、 DVD なんかその本当だ、キャスト歌唱、え、そんなのあんの、ビデオみたいな、本当だ、キャストオフショッツエディションとか入っとるすごい、そうなんですよ、はあ、最近のはそういう風になってるのね、はい、ちょっとおばちゃんわからないわ、そういうの、そうまあ、改めてキャストご紹介しますと、はい、まあ、私演じておりますギルガメッシュ、はい、そして、戦国超人 CV 立花慎之介さん、うん、日野天馬 CV 小野賢章さん、うん、上月久遠 CV 広瀬優也さん、はい、スメラギレイム CV 豊永俊之さん、豪華ですね、計5名で、あと、まあ、謎の男 DJ というのがいるんですけども、それをあの津田健次郎さんが DJ おりますね。津田健さんがなんか確か一番最初に発表されてたの津田健さんでしたよね。あ、そうですね、うん、謎の男、うん、ファビュラスっつってナレーションとか ね、 そうですね、やられてて、あ、ファビュラスなお声やなと思ってました、ね、そうですねその、はい、そんな、5プラス6名が、出演する、ドラマティックストーリーとかも収録されてますね。そうですね、通常版だとこの今回の新曲ファムファタールの他にオーディオドラマシャンパンコール、まあ、インストなどを収録しておりまして、はい、シャンパンコール、はいはい、でさらに封入特典としてホストロワイヤル2022のご指名ピンクシャンパンシリアルコードというものが封入されておりまして、ピンクシャンパン、はい、いいですね、なんかリアルですねそう、こちらでね、あの今やっておりますホストロワイルね、あの誰がナンバーワンかっていうのをね、はい、やってるんですけど、それをちょっとピンクシャンパンシリアルコードでちょっと投票していただければ、指名していただければと思うんですけどね、もミセランドみんな全然の店舗で15名 で、 15名でのこう、ご指名お待ちしております状態ですから、はい、そうですね、はい、皆さんのね推しホストをぜひ指名してあげていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、さらにトーク&ライブファビュラスナイトパーティー2022のチケット先行抽選券が封入されている、ここに封入されてるんですね、はい、もう本当に盛りだくさんな、はい、そんな内容ですけれども、まあ、イベントが、11月20日の日曜日の昼夜2回公演予定で、はい、そうですね、竹尾くんと立花さん、賢章さん、広瀬くん、トッシーさん、はい、ここにナンバーワンがナンバーワンが勢揃いするという、そうですね、ファビュラスナイトとしても初めての単独イベントに、あ、そっか、そっか、なるっていうことで、いやー楽しみですね、このもうこんなですもん、だって全部もう抱えてます、全部買ったらこう赤子を抱くかのようにこの大事に抱きかかえられるぐらいのボリュームがありますからね皆さん、すごいよこれは、はい、これさすごい豪華だなっていうのが、そのファンファータールっていう新曲の、はい、各ナンバーワンのソロバージョンみたいなのがね、そうですね、入ってるんですよ、特装版の方ですね、はい、VIP 特装版の方には、はい、ソロバージョンも入ってるから、でももう本当にナンバーワンのこうあなたの声だけが聞きたいっていう、うんうん、本当指名感覚ですよね、本当にそうですね、シャンパンコールですよ、そしてシャンパンコール、ファビュラスナイトといえばそうですね、シャンパンコール、うん、動揺しました僕は一番最初に、ヒメルでシャンパンコールを取らせていただくってなった時に、はい、しかもなんか何の因果か俺だけ別撮りで、あ、そうだったんですね、そうだからもう天崎とあの広瀬くん の、 声が入った状態のものを聞きながら、はいはい、俺はシャンパンコール取ったから、はい、めちゃめちゃ盛り上がったんだけど、俺の気持ちは盛り上がった、はい、うん、去年収録した収録物の中で一番テンション的には盛り上がった、おー、いやー僕ヒメルのシャンパンコール大好きあれいいですよね、他のね、なんか個性がね、そうそうそう、めちゃめちゃクラブごとにあって、クラブの発音を後ろに敷いて、シャンパンコールをするから、結構雰囲気も変わるんですけど、言ってることめちゃめちゃ面白い、ワードセンス秀逸だなって本当に毎回思います、ね、そうか、今やってるこのホストロワイヤル2022で、ナンバーワン指名上位ホストには完全新曲が作られるという、そうなんですよ、特典付きなんですね、そうなんです、これ去年もねやってましたけど、やってました、はい、そんな、ホストロワイヤル2022に向けてキャラクターイラストも一新されまして、うん、ちょっと雰囲気変わったキャラクターも
何名かいるみたいですけども、うん、リョウヤもオールバックだったのがちょっと前髪ちょろりしまして、エッチですね。いろいろあったらしいですよ。いろいろあったからこうなったらしいです。そうです。なんか僕もちらっとなんか他のキャラとかも聞いたんですけど、うん、ちゃんとドラマがあって、でそれでドラマを聞いて、例えばこのリョウヤだったらリョウヤ見ると、ああそういうことなんだみたいな、反映されてるなったりするらしいですね。なったりするんですって。あとそう、ファビュラスナイト最近のトピックスで一番印象に残ってるのはアニメジャパンですよ。アニメジャパンですね。僕はアニメジャパン今年のに関してはすごいステージイベントとかの出演があったわけじゃないんで、はい、なんかちょこちょこ情報として流れてくるものしか終えてないんですけど、はいはい、なんかやっぱシャンパンコールがすげえバズってたのは聞き及んで、いやなんかまあ1日目2日目とファビュラスナイトのね、はい、マーベラスブースであったんですけども、うん、その1日目に僕が天崎さんとやってるこう番組でコラボしてて、でそれの生配信っていう形でやらせてもらったんですけど、その前はシャンパンコールな、生シャンパンコール体験っていうのがあったんですけど、あんまりこういらっしゃらなかったらしいんですよ。いやハードル高いもんだって。ただでもその番組の中で、生配信の中でこんな感じですよみたいなのを実際にこうね、ホストの方たちがいらっしゃってやっていただいて。すごい、とんでもないことだよ。そうです。でそれアニメジャパンだっつってんのに。あのすごいですよ、アニメジャパン歩いてたらなんかきらびやかなバーが出てくるって。本当にホストクラブが出てくるみたいな、そんなところで、まあシャンパンコールやったら、その生配信終わった後に長蛇の列ができる。あーそうなんだ、興味湧くもんね。すごく話題、誰かがやってるとなんかちょっと参加してみようって気にも多分なれるし、もう本当に知らないから本当がどうなのか。そうなんですよね、演じる上では一回見といた方がいいんじゃないかなって思うぐらいね。はい、楽しい。というわけで、はい、ファビュラスナイトについて、そして何だったらもうホストクラブについていろいろ話してまいりましたけども、せっかくなのでここで一曲お聴きいただきたいと思います。お願いします。はい、好評発売中、ファビュラスナイトレガシーオブホッソン、ファムファタールより、各店舗のナンバーワンホストたちでファムファタール。迫り来る感じ合う
島よしき事情。さて今夜はファビュラスナイトがよしきをジャックということでこんな企画をやっていきたいと思います。恋愛方程式かっこファビュラス教えてあげる。びっくりしたぜ。おお、びっくりしたじゃん。おお、俺の声かい今のは。いつもはリスナーから届いたシチュエーションと正解のセリフを紹介する恋愛方程式かっこありというコーナーなんですけども、今夜はファビュラスナイト仕様、番組が用意したシチュエーションに僕と竹尾くんが回答、はい、ジャッジするのはすでに乙女モードでスタンバイ中の番組プロデューサー高橋優太くんです。よかった方の、あ、いやすごい、すごい脇締まってる。優太いるいるいてたまるか。なので、今日は、我々で、ゆうたのナンバーワンを目指して頑張っていくということですね。はあ、なるほど、はい、じゃあまあ、面識ないもん、面識ないもんね、今日初めて。そうですね、そうだよね。まあじゃあ、適当でいいです。わかりました。じゃあ、シチュエーション用意していただいているのでやってみましょうか、はい。毎日お弁当を持参して仕事に行くという姫、明日のおにぎりの具材が決まらずに悩む姫に向けて放つセリフ。偉いですね、自炊して。偉い、おにぎりね。これどういうのが嬉しいんでしょうね。でもこれあれですよ、リスナーに刺さらなくてもいいです。ゆうたにだけ刺さればいい。ゆうたにさえ刺さればいい。好きそうなやつ、好きそう雰囲気で、雰囲気で。あいつはマッチングアプリすげえ登録してるから。そんなゆうたに刺さりそうなの、どうですか、行ってみますか。行ってみますか、はい。じゃあ、お題、明日のおにぎりの具材が決まらずに悩む姫に向けて放つセリフ、最高のファビュラスなセリフ、竹尾くんお願いします。3、2、1。え、おにぎりの具、そうだな、ミートボール。さあ恋しましょう。あれ、ミートボール、ミートボール、ミートボールも作れ。ミートボールから作れ。ちゃんと作ってくださいね。負荷かかる、負荷がかかるな。じゃあ私からも行きましょう。はい、毎日お弁当を持参して仕事に行くという姫、明日のおにぎりの具材が決まらずに悩む姫に向けて放つセリフ、最高のファビラスなセリフ、お願いします。3、2、1。塩。さあ恋しましょう。手軽さを取りましたね。なるほど、うん。でも塩はあれよ、ヒマラヤピンク岩塩じゃなきゃダメだよ。こだわりの。はい、じゃあどうなんだ、ゆうたの乙女の、乙女のハートを射抜いたのは あ、ミートボール。ミートボール好きなんですね。ミートボール大塚の方に行きましたね。ミートボール大塚でした。なんでなんで、まあ、具材というよりは、大塚さん、コーナーやるときに僕の目を見て言ってくれた。俺だって見たわい。目を見て言ってくれたから竹尾くんになったんだって。俺だって見たけどね。見慣れてんじゃねえぞお前、俺の目。あ、そうですか。もう一個ぐらいやっときますかね。髪で指を切ってしまってへこんでる姫、お話をしてる最中もちょっと痛そうな表情を、そんなおっちょこちょいな姫に放つセリフ。はおっちょこちょいですね。おっちょこちょい、まあ、これ気をつけようがなかったりしますからね。いや本当たまにやっちゃいますよね。ピュッて、気づかないよね、痛さで気づくよね。ああ痛いな、バコー言ってたりするからね。ダンボールとかで僕しょっちゅうやりますよ。ダンボールで痛そう。ダンボールってそんな薄くないのに。結構ざっくり言ってんじゃないそれ。じゃあ私からいきましょうかね。はい、はい、髪で指を切ってしまってへこんでいる姫、お話をしている最中もちょっと痛そうな表情を、そんなおっちょこちょいな姫に放つセリフで、最高のファビュラスなセリフ、お願いします。3、2、1。これでも大丈夫だぜ。 SE 出せ。お前満足して SE 叩くの忘れてんじゃねえよ。ガチ照れすんじゃねえよ。なんなんだよ。じゃあ竹尾くんにもやってもらいましょう。はい、
髪で指を切ってしまったへこんでる姫へ放つセリフです。ファビラスなセリフお願いします。3、2、1。え、どれ見して。あ、痛そうだね。ちょっと指貸して。痛いこれ。痛い。あー、そっか。でも大丈夫だよ。だんだん慣れてくるからね。さあ恋しましょう。今ね、伝わってねない方もいるかもしれませんけどね、切った指を握りしめてました。大丈夫だよ。止血ですかね。うん、ね、根元からね立ってましたけども、だんだんね痛いのに慣れてきました、ね、なるほどね。それはそれで、あのキュンキュンしちゃう人もいるかもしれませんね。一定の層に向けて一定大事です。はい、じゃあ、今のはどっちが良かったですか。ドロー。ドローなの。ドローなの。お前一定の層だったのかよ。はい、ゆうたのナンバーワンには別になりたくないなということでした。以上、恋愛方程式学ファビュラスでした。よしきの意味知ってる？教えない、中島よしき。中島式事情、そろそろエンディングのお時間でございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。普通の感想のほかコーナーは、あなたが詳しいことを教えてください、事情は2、あなたの経験則にのっとったパーセンテージを大募集、その確率何パーセント、若かりし頃の失敗談を募集中、そういうとこだよ高橋君。シチュエーションとあなたの思う正解のセリフをセットで募集、恋愛方程式カッコ仮。メールアドレスはすべて小文字で、よしきアットマーク joqr.net、 よしきアットマーク joqr.net まで。番組ツイッターもチェックしてください。アカウントはよしきアンダーバー QR です。ハッシュタグはハッシュタグよしきとなっております。最後にお知らせです。この番組は YouTube にじスタチャンネルでのアーカイブ配信ございます。更新は毎週火曜夜7時予定してます。おまけもついていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今夜はファビュラスナイトがよしきをジャックでお届けしてきましたが、いかがでしたか。あー、大丈夫だったのかな。大丈夫だったのかな。最高、最高でした。ファビュラスナイトから来ましたけど、なんか普通に楽しんでしまったよかった。でも今ね、ファビュラスナイトが各番組をジャックする企画みたいなので、竹尾くんがいろいろな番組に、はい、出張してますんで。そうなんです。ちょっとファビュラスナイトに改めて触れるきっかけになっていたら幸いでございます。よろしくお願いします。はい、私も出演させていただいておりますので、はい、ぜひチェックしてください。じゃあ最後に改めて CD とイベントのお知らせしてください。はい、ファビュラスナイトレガシーオブホッソンファムファタール現在発売中でございます。はい、よろしくお願いします。そして、ファビュラスナイトパーティー2022、日程は11月20日日曜日昼夜2回公演でございます。うん、出演は私大塚卓雄、立花慎之介さん、小野健翔さん、広瀬優也さん、豊永俊之さんとなっております。豪華なんでね、ぜひご参加ください。はい、CD 買っていただいて応募していただきたいと思います。お願いします。ということでお時間です。中島屋敷事情、お相手は中島屋敷とゲストの大塚卓雄でした。バイバイ。バイバ中島よしき事情。この番組はにじスタの提供でお送りしました。ということで、中島よしき事情第67回、いかがだったでしょうか。この音声はアーカイブでお楽しみいただいているあなたに向けた放送後期的なものになります。番組的には初ゲストだった、大塚武雄くんだったんですけども、放送後期はいつも通りもう一人一人でなんかもう帰っちゃった、みんなマーベラスチームもみんな帰っちゃった一気にいつも通りのスタジオになりましたけども、ファミラスナイトはね、改めてまあ、僕はそのいわゆるクラブヒメルのナンバー2の涼也くんの声をやってるので、まあナンバーワンはあのクオン役の広瀬優也くんで、広瀬くんが割とその矢面に立っていろいろ話してくれたりとかする機会が多いんで、なんか自分も改めてこうコンテンツの話する機会がもらえたのはすごいありがたかったなって思いますね。ファビュラスはエジソンとかにも行かせていただいたりとか、俺と広瀬くんで行って、でパーソナリティにね、浩平がいるから3人揃ったねみたいな話ができたりとかしたこともあったんで、なんかこういろ意外と話する機会もありつつ、でもやっぱり
なんだろう、歌をねまだ1曲しかリオヤは歌ってないから、なんかそういう意味でも今後にいろいろ期待したいし、そもそもホストクラブってあの行かなきゃ味わえないじゃないですか。そのお店に行かないとどういうものなのかっていうの全然わかんない。俺もやっぱ未知だし、あの知ってます、なんとなくこうイメージとか、なんかたまにこう深夜やってるドキュメンタリーとかで、なんかその逆に売り上げ全くない、あの人気ないホストさんの下積みみたいなドキュメンタリーとかで、大変そうだな、なんか先輩たちっていうか、やっぱ売れてる人たちってホストだろうがなんだろうが意味わかるんだなっていうのはすごい、そういうの見てると感じるんですよ。なんかお前お客さんのこと考えてんのかよって先輩ホストの方に怒られたりとか、あのお前自分が金欲しいからやってるだけだったら絶対無理だからなって、ちゃんとなんかこう客商売としての心得みたいなのをなんか叩き込まれてたりとか、そういう人間ドラマはすごい凝縮された世界なんだなっていう印象がすごいあるし、実際そのヒメルで言うと、あのクオンとリョウヤは兄弟で、クオンがお兄ちゃんでリョウヤが弟も、俺弟キャラほとんどやったことなくて、そもそも広瀬くんも年下だしキャスト的に言うと、そう、あどっちかというと兄キャラの方が僕は多いので、なんかそれも新鮮だなっていうのがあるんですけど、どっちかというとその自由奔放なお兄ちゃんをなんか影からそっと支えるしっかり者の弟みたいな構図なので、なんか2人でホストをやるっていうのにも2人の理由もすごいちゃんとあるし、イノリンっていう天崎くんがやってるキャラクターもなんで今結果ホストなのかっていうのも、そのヒメルの発損の CD を聴いていただくとちょっと垣間見えたりするので、そちらもぜひ合わせて、そして新発売、しましたファムファタールという、まあ、多分ね次につながるようなお話になってると思いますんで、まだまだ盛り上がるであろうファビュラスナイト、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。これはアーカイブだから今週末の放送、次回の放送で、イベントの感想本当にそれ束でいただいてたので、それ読んだり、まあ、いつも通りの様式でお送りしたいなと思います。ゲストを面白いですけどね、まあ、こういう立て付けだったんで今回はファビュラスの話をいろいろさせてもらいましたけど、まあ、ゲスト呼ぶ番組やってっかんなそれはそれ、そう、竹尾くん、そっちに来てくれたことあるしそう、最近はね竹尾くんとアイマスで一緒だったりとかサイド M で一緒だったりとか、まあ、結構いろんなところで会ったりとかもしてるから、なんか嬉しかったです。またこういう機会あったらそれも面白いのかなと思いました。それでは、次回もぜひ聞いてください。お相手は中島由紀でした。